元宮崎県知事、東国原秀吉のパリ五輪に関する、ある発言、が、話題となっている。東国原氏は7月29日、TBS 系のワイドショー、午後スマーゴーゴー、スマイル、に生出演、パリ五輪、柔道女子 52kg 級で2回戦敗退した安倍歌、歌、が、試合後に号泣したことに触れ、お叱りを受けるかもしれないけどと前置きし、こうコメントした。 勝利の瞬間、泣きじゃくる安倍一二三の彼女画像、悔しいのはわかるけど、あの泣き手てのはどうなのかなと思いました。柔道家として武道家としてもうちょっと毅然として欲しかったなと思います。へたり込んでずっと泣いてるのはどうかと、悔しいのは非常にわかったんですが、この発言が X で拡散され大きな議論を呼んでいる。 東国原の言うことにも一理あるちょっと取り乱しすぎだと思った、全くの同感、日本発武士道を外れたものだ。良くも悪くもあの会場であれだけの声で、恥ずかしい。と、同意する声もあるものの、多くは連覇を目指し世界一目指して死ぬほど努力して、報われなかったスポーツ選手のことを馬鹿にする意見を言うな。武道家のことを語る資格などない。 この人は心の底から悔しい思いをしたことがないんだね。あれは柔道家としてどうなのと、言った時はカチンときた。世界一目指して死ぬほど努力して、それで負けたなら、誰だって大声出して泣きたくなるって。はあ、相手、聞き手、関わってる方の気持ちを理解した発言をお願いしたいですね。信じられないです。 東国原の安倍歌選手への批判ほんとひどくて彼女に何か言う資格あるのは連覇のプレッシャーの中で戦った経験のある人だけだよ、など発言に批判的な意見だ。東国原氏はこの日の17時過ぎに自身の X を更新。安倍歌選手の試合後について賛否があるという記事を引用し今日の午後すまでも言ったが、やはりあの態度。大声で泣きじゃくり試合進行を妨げていた。 は武道家、柔道家としていかがなものか、と再度、自説を主張している。東国原氏は、7月14日に起きた米国のトランプ前大統領の銃撃事件後に、これがやらせでなければ、トランプ氏は頭角へ一歩も二歩も近づいた、と X に投稿。削除したものの、炎上したばかり。X では、何でもいいから目立つこと言わないとコメンテーターとして生き残れないと思ってるんじゃ。 という意見さえも見られる杉樽は及ばざるが如しもまた日本人の美徳ではないか